97条、債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得事項に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。まずは、事項取得が原資取得であるということを思い出してください。例えば、不動産の所有権を事項取得した場合は、原則として制限物件のついていない所有権を取得します。つまり、この条文は、債務者または抵当権設定者が、抵当物件の所有権を事項取得したとしても、抵当権の負担のついた所有権を手にするということを意味しています。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。